近やっちまったことは、うん、はい、弱虫ペダルを呼んだ次の日に自転車を買った。いやー、防御能力よ。うわー、長さがヒント出た。おいくらの安値さん。あ、見なる。8万円ぐらい。おい、いや、すごいからね。漫画読んだ翌日に影響されて買う値段じゃねえよ。気になっちゃって、いや、多分長い付き合いになるかもしれないなと思ったから。確かにね。うちもちょっと長い付き合いになるかもしれないんで、これなんだお前、今日乗る場とかあります。鉄道鉄尾ね、そう、多分上から指示されてるね、これは。メダリ乗る場みたいな。メダリ乗る場指示されてるわ、これ。今まで誰にも言ったことがない秘密を。お、はい。蝶々結びがめっちゃ下手だそうですので、なんとここに、一つの一足の靴をご用意。やめましょうよ。やめましょうよ。ぜひやってみてください。本当に下手なんです、これでも。蝶々結び下手ってな。どういうこと？蝶々結び。いや、誰がやっても同じ。読んで字のこと。いや、同じにならない。それが同じにならないから、もう。やばいんです、だから。ちょっとやってみて。最初の結びまでは順調な加賀美社長。でもうこれ片結びじゃん。輪っか作るだけ。輪っか作って。輪っか輪っかヒュッてやるだけじゃないですか。そうそうそう。おーって、わざってますよ。いけてるよ。あれ、今日人生で初めて成功する。するかもしれない。知らない。するかもしれない。すげえもたもたしてる。はいはい、頑張れ。形がめっちゃ汚いんですよ、できても。マジで。あれ、そこそんな手こずることありますか？輪っかの中身に輪っかを通すことができない。あれ、何が起きてるんだ、何が起きてるんだ。見てる側もよくわからない。ちょっと待って、あっ、来たのでは。蝶々結び、あ、え、蝶々結びじゃなくない？え、真ん中これどうなってんすか？真ん中で、これ、え、これ鏡結びってことでいいですか？わ、すごい、同じ方向から紐が2本出てる。え、気持ち悪い。いやいやいや、やば、これ。だから言ったじゃないですか。だから言ったじゃないですか、これ。やばすぎる。逆にすごいですよ、これ。才能かもしれないです。真似できないもん。真似できない。いや、どうしたらああなるんだよ。だから1本で2本。え、もうこうなって。こうなって。ずっとこれで生きてきた。鏡社長ファンはみんなこの結び方になるかもしれない。そうだ、ね、おしゃれファッションなるか。今年の夏は鏡結びでみんなの視線を集めちゃおう。いろんな意味でね。